吉田さん、お疲れ様です。まあ久しぶりじゃないですか。すっかり忘れられたのかなと思ってましたけどもね、私は私で、この速稼塾ってものがね、また新たに変化していったなというふうに感じます。まさに水のようですね。で、今回のテーマはね、まあ最大のアンチは時代であるというようなね、まあそんなことを考えましたんで、それに基づいてお話したいなと思うわけですけども、確かにね、確かに10年前、20年前、30年前に取り残されたままだったら、そのテクノロジーの恩恵を受けることはできずに、まあスマホも使えないし、高いカメラもね、買えないんですよね。うん。今やっぱりね、10万、20万出したら、ちょっと昔の私たちが幼い頃の、その100万級のカメラっていうのが手に入るんですよね。だからテクノロジーが進化するってことは、価格がどんどん安くなるっていうこともあるし、でも高価なものは高価なもので、新たに開発されるんですよね。だから高額なものが最新型として生まれるから、旧モデルっていうのはどんどん安くなるっていう、まあこの関係もありますよね。で、私のね、速稼塾の塾生さんに、まあちょっとね、芸能人の方がいらっしゃるんですよ。で、その方はまあ芸能人ではあるんですが、ただやっぱり仕事がだいぶ危うくなってきて、テレビとか広告にずっとね、頼っていて、コンスタントに仕事がもらえていたものがだんだんもらえなくなってきて、自分個人でもね、もう YouTuber みたいに取材に行くしかなくなったみたいなことを話されてましたね。その中でこの10年最もギャップを感じるのは、あの撮影クルーだそうなんですよ。10年ぐらい前はもうね、自分がこうレポートに行くとカメラマンがドシッて言ってね、音声の方がこうやってカメラのね、竿みたいなのね抱えていたりとか、それからレフ板を抱えたスタッフが一人いたりとか、台本を読む人とか、それから監督みたいな人が、大体ね、10人弱でいつもどこに行く時も行ってたらしいんですよ。で、撮影の夜は、まあみんなでね、泊まって、旅館で打ち上げみたいなことをして、結構撮影旅行って楽しかったみたいなんですよね。で、最近の撮影旅行はどうかっていうと、さあ撮影行くぞーって言ったらね、カメラマンが、これ、それだけ。もしくはこれ、これでか、スマホで撮影というね。だからね、数年前のこの大型カメラドシッってやつと同じ機能がこれに入ってるから、もうね、撮影スタッフが一人いるかいないかとそうなんですよ。で、場合によっては一人で、自分で自撮りで撮影に行くらしいんですよね。まあそれでも、その数年前と同じレベルのものが撮れて、あとは編集次第って言いますよね。じゃあ編集スタッフに投げるかっていうと、それも投げずに自分でやってるらしいんですよ。だから自分一人がその芸能オフィスみたいになって、以前ね、大勢でワイワイとやっていた取引先とか、それから同じ事務所のスタッフっていう関係がなくなっていって、随分寂しくなったらしいです。いつも対話をするのは機械、今日もテクノロジーみたいな感じでね。で、新しい機材が手に入るなんてをむちゃくちゃ焦るらしいです。ライバルは最新型を使ってるのに、自分は使ってないなみたいな感じでね、でそのわずかな差ですよ、本当解像度の本当少しの差でものすごく焦りを感じるらしいんですよね。で、私はね、抵抗する意味でもほとんどそのテクノロジー進化に、乗っからずに、未だにジンズ使ったりとかね、無料のやつばっかり使ったりとか、まあカメラはね、かろうじてソニーのやつ10万のやつ買いましたけども、それでもうね3年ぐらい撮ってますからね。それまではクールピクス6900、この安いカメラをね、ずっと使っていたというところで、未だにね、FX オリガルヒなんて50万のコンテンツ出してるのに、あの、付属の編集ソフト、パソコンに最初から入ったやつね、あれで送ってるんですけども、まあね、成績上がるんですよ、熟成さんの。だから伝える内容が良ければ、その画像の質とか音声の質とかってあんまり関係ないのかなと。で、私もこうやってライブ放送しながらね、マイクをなんとかしようかなと思うんですけど、未だにマイクつけてないんですよ。で、ウェブカメラのマイクでそのままやってるんですけども、遜色なくお届けできてますからね。で、最近ね、そのボイストレーニングの YouTube をよく見るようになったんですよ。で、ボイストレーニングっていうのは、ある曲を分解しながら、こうやったら上手に歌いますよみたいな、ボイストレーナーさんがね、もう本当無料で YouTube で公開してる、そんなね、映像と音声なんですけども、いや、ボイストレーナーさんの放送するその YouTube 放送って音声むちゃくちゃいいですね。もう全然わかります。で、私の方で、その、パソコンのスピーカーで聞いてるから、質は良くないんですよ。ね、もっといいスピーカーつけたら、もっとね、きめ細かく伝わるんでしょうけども、その二足三のスピーカーでも違いがわかるぐらい、ボイストレーナーさんの放送ってのはね、音にものすごくこだわってるなと思いましてね、感動しますよね。
で、時代は最大のアンチって言いますけども、やっぱりね、いいものをすぐに使えば、風向きは良くなると思うんですよ。相変わらず古いものを使ったりとかね、いや俺はこのスタイルで行くんだよっていう風にやってると稼げなくなると、で稼げてるんだったらいいんですけども、稼ぎが悪くなるのに俺は俺でやるぜみたいなのね、やっぱりすごく歪んでくるのかなと思いますよね。で、そろそろ今回の動画の結論に入っていきますけども、私のね、放送とか動画アップロードにアンチがずっといるんですよ。それがね、すごいですよ。3年ぐらい前から湧いてきて、ずっと私の YouTube にちょっとひねくれたコメント書いてるんですよ。で、もうね、対応がめんどくさくって、もう私もあんまりコメント返ししてないんですけどもね、まあ、コメントがそもそも多いんで全部に目を通すことが不可能になってきたんですけども、そのアンチコメントがね、私の動画1本に対して何本もアンチコメント書いてきたりとか、それこそ私が動画を上げたやつを全部書いてきたりとかね、すごいんですよ。3年間、昔の動画にもねコメント書くぐらいの念の入りようで、私ある意味ね一番のファンなんじゃないかなと思ってるんですよ。ただコメントはものすごくね不愉快なんですよ。で、最近私コメント返しをずっとしなせずに何ヶ月も経つんで、さすがにね、その方がね、私のライブ放送にやってきて、ライブ放送でアンチコメント書くようになったんですよ。でもライブ放送中なんで、コメントに私もね、返信するわけですよね。秀逸な返信を。しまいには気に入らないんだったら何来てるんですかみたいなね。もう真っ向で私もね、歯に衣着せぬようなコメント返しをするんですけども、それがね、他の視聴者さんに受けてるんですよ。そのやりとりが。で、他の場面で、あのアンチの方とのやり取り面白いっすみたいな感じでね。やっぱりね、もうその人はね、私の放送にもう切っても切れない縁っていうか、欠かせない人になりました。だってどんなファンよりもどんな塾生さんよりも私の動画見てる人なんですよ。で、上げ足を取るものをね、よく探したなみたいな感じで探してくれて、でアンチコメント書いてくれてるんですよ。で、そのアンチコメントに対して私も面白く返すんで、それがね、いい感じで放送になってるというね。時代は最大のアンチなんですけども、その方もきっとね、時代に取り残されちゃったんでしょうね。あの YouTube で稼ぐこととか FX で稼ぐことは後ろめたいとかね、かっこ悪いとか情けないって書いてるんですよ。いや、そう思うならあなたはやらないでくださいと、私は思わないんでやりますよみたいなね。あなたの自由を尊重しますけども、自分の考えを人に押し付けるもんじゃないですからねと、ああかっこ悪いですね、まあ私かっこ悪いですからねみたいな感じでね、まあいなしていくと、それが面白いということで、人気という、まあ、そんなこともありますけど、でもね、YouTube がなんか情けない、かっこ悪い、耳っちいとか言うんだったら、 YouTube Japan っていう会社が情けないってことなんですよ。だって YouTube が、YouTube で稼ぐ人とかね、 YouTuber さんを期待してるわけですからね。で、最近ね、その住宅展示場行ってるんですよ。1月なんで、こういうのね。で、行くとむちゃくちゃポイントカードとかもらえて、クオカードとかもらえてね、お土産とかももらえるんですよ。で、そういうのを放送すると、ちまちまもらってんじゃねみたいなこと書かれるんですけども、いやでもね、こういうふうな大手ハウスメーカーさんが、来場者の方に、あげますよ、取りに来てくださいっていうふうにキャンペーン貼ってるから、それに応えてあげてるだけなんですよね。見てください。クオカード2万円プレゼントですよ。すごいですよ。なんか、バン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 プレゼントですよ。すごいプレゼントが多いですね。まあ、そんなところでね、時代は最大のアンチである。それから随分的外れましたけども、本年もよろしくお願いしますと。急に終わるわけですね。いってらっしゃい。